倉持明は、神奈川県横浜市中区出身の元プロ野球選手、宇藤右内。現在は、プロ野球解説者。愛称は、倉さん、ひげ倉。二男一女の父で、長女は、元 AKB48 メンバーの倉持明日香。横浜第一商業高等学校で、エース、5番打者として1970年夏の、甲子園県予選決勝に進出する。 東海大相模の投手である、上原博和と投げ合うが、5から12で敗退し、東海大相模は、甲子園で優勝する。1970年に、ヤクルトアトムズからドラフト12位指名されるも拒否し、日本交換へ入社して、都市対抗予選で活躍するが、本大会は出場できなかった。1972年にドラフト4位で、ロッテオリオンズに入団し、1973年から、 チームは東京を離れたが1974年にリーグ優勝と日本一を経験した。1977年に安木昭治、白木隆と交換トレードで長谷川和夫と共にクラウンライターライオンズへ移籍したが、1979年に小川正明と共に山崎博之、成重春夫と交換トレードですでに川崎に本拠地を移転していたロッテに復帰した。 1980年にパシフィックリーグ最多の18、セーブを記録した。この年の最優秀救援党首賞は13、セーブながら、救援勝利が6であった。近所をはじめたいが1ピーサで受賞した。クローザーの草分け的存在で、9回裏虫満類、ボールカウント3ボールレイストライクという大ピンチの状況から抑えることごど、炎のストッパーと評された。1983年に、 西井哲夫と交換トレードでヤクルトへ移籍するも、戦力外通告を受けて引退する。現役時代から、アートネーチャーの CM に出演して、倉持明29歳あだ名は、髭倉と紹介された。1982年に開幕戦直前に、頭髪の薄いものが集まり、倉持選手を励ます会が発足する人気であった。この年のオフに西井とのトレードによってヤクルトに移ると、 アートネイチャー側は、巨人戦との兼ね合いで、今度は、テレビの露出も多くなると大歓迎するほどだったという。ヤクルト時代は、外国人選手以外ヒゲを生やすことを禁止していた、当時の球団の内気に従い、口ヒゲを剃っていた。引退後は、河合製薬の営業職やテレビ東京の解説者を、経て、2015年現在は、保険代理店を経営しつつ、千葉テレビ放送、 CTC マリーンズナイターで解説者を務める。野球理論と豊富な知識を兼ね備えた解説が特徴で、敵味方を問わない、毒舌解説をしている。また、当主出身だけあって、当主の立場で話すスタイルの解説を得意としている。アナウンサーの黒沢浩二は、高校の後輩である。2007年に、長女のアスカが AKB48 のオーディションに応募した際は、当初は、 猛反対していたが、アスカの熱意に押され、オーディションを受けることを許可した。2010年9月7日に、神宮球場で開催された、ヤクルト対広島第17回戦で、長女のアスカが、AKB48 の派生ユニット、フレンチキスの一員として試合前に登場。現地で、娘の披露した、ノーバウンドの始球式を見守った。さらに2012年7月18日の DNA 隊。 ヤクルト戦でも娘の始球式を見守った。2013年5月18日のヤクルト対ロッテ戦で、明はアスカが投げる球を受けるキャッチャーとして、親子での始球式が実現したが、アスカの投じたボールは一塁側に大きく外れ、2バウンドしてから、民のミットに収まった。ありがとうございます。